はい、えー、皆さんどうも初めましてっていうかまあ二回目の人見るかもしれないけどね、えー、レック専任講師弁理士の宮口ですどうもこんにちは今日はですね、えー、特別公開講座弁理士試験向けのね、えー、宮口流オリジナル学習メソッドということで、えー、レック専任講師の宮口聡がお送りいたしますまずね時間的にはそうですねまあ一時間 程度まあ一時間弱か一時間過ぎるかちょっとわかりませんけどね、えー、私の話のあと、えー、個別相談というそういう流れになっております、えー、まず私の概略から言いますと1999年の弁理試験に受かりましたね2000年に至る一年前の <laughs> でその時にね、えー、あの合格率は非常に厳しくてまあ3%台でしたね。 で今、どうかというと合格率先に、ね、合格率のページが載っているところがあるんですよ、それをお見せしましょうか今日の、ね、これ、えー、見てくださいよ、ね、オリジナル学習メソッドという、ねえー、これの、えー、15ページ、はいえー、この、ね、一覧表みたいなエクセルのこれに載っております、えー、15ページですよ。でそれの、ね、一番右下を見るとはい えー、蛍光ペンでちょっと塗りますね分かりやすいように6.5%ねえ、まあ、私の受験生の頃に比べると2倍は受かりやすいね3%台に比べて、えー、そういった状況からすると皆さんチャンスですよただねあの10%の頃もあったんですよ見てくださいほらこの辺はちょっとね出血大バーゲンセールって感じですねしかしこのところですねほら6.96.67.06.5ですから あの安定しているということが言えると思いますで、1999年に受かりましてあの2000年の4月からね、えー、このレック東京リガルマインドの講師として教団に立っております、えー、2018年ですか今ということは19年目、ね、19年目になりますあのレックの講師になってからねで、そんな中ですねあのおかげさまで数多くの受験生あの合格 者を出ししておりましてで今ね業界の中ではもう私の教え子の中ではねかなり大物になっている方もいらっしゃるんですよ皆さんねそれも紹介しておきましょうかせっかくねいろいろ配布物が多くて大変なんだけどね今度はちょっとこれ見てくれます、ええ、この「弁理士実務家インタビューと」とこの中にねもう私の教え子の方がね2人おりますかうん2人おりますね あのこうにほら竹下敦也さんという人と、ね、久野恭平さん久野恭平ってなんかタレントの名前みたいな感じですけどね <laughs> えっとちょっと、ね、あの見てくださいね、えーまあ、10ページから11ページにかけてフランスで、ね、活躍する海外で活躍してる竹下さんねいやー彼はね、まあ、俺の教え子であの平成19年に受かったんですがねもう今やフランスの第一人者になっております。素晴らしいですね もうフランスに出願といえばもう竹下さんを頼りにこうなんか、ね、連絡してくれればあのいいと思いますね。そういうい状況になっていますであとですねあの一番最後にあの、まあ、文,系文系の方ねなかなかこうあの不安を抱いてる方が多いんですけどあの彼ね大活躍してますよ、えー、あの久野恭平先生ねあの文系なんだけどねもう商標バリバリやっておりましてね あのまあそろそろだから文系の人でもあの独立でできるんですよ、ね、もちろん理系の人も、えー、いずれは独立ということを考えてあのちょっと弁理士に魅力を、ね、感じてる方いらっしゃると思うんですが、まあ、それがね可能な資格であることには間違いないんでね、まあ、私もそうですけど、えー、皆さんやっぱりこの日頃、えーまあ、日常生活におきまして。 サラリーマン生活、ねまあ、そんな中で、まあ、知財部に移りたいからこの便利試験を目指すあるいは知財部の中でこのよりねあの高みを目指して、えー、そのためのツールとして便利士を取得するあるいはやっぱり独立したい海外で活躍したいという人も多いと思うんですね。いやそのねニーズにまさにあの叶う資格だと私は思いますよ。はい で、あとね。これこれ、私の教え子じゃなくておこがましくて、あのもう素晴らしい先生方で、あの1ページに鮫島昌弘先生っていらっしゃるでしょうこの人あれですよ。ほら、下町ロケットのモデルになった先生でね。で、まあ、私はね。なんとこの先生と5年間一緒に仕事をしました。あの弁理士になったのがあの先ほども見ました19。1999年平成11年です。 でそこから5年間ですねあの鮫島先生と一緒に仕事をさせていただきましたけどね本当に素晴らしい先生です。えやっぱりこの小説にななるるだけのこととはあるなと思いましたね具体的にどういう思い出があるかというとね私ね非常に変わった経歴がありましてあの普通ね弁理士になったらまずあの特許明細書っていうのを書くんですよ。まあ、例えばですね何でもいいんだけど、まあ、蛍光ペンの発明をしましたとね でこれをあの文章化して図を書いて特許庁に出すと、まあ、そういう仕事が普通なんですよ。でもね私はねあの受かった途端にね侵害訴訟に巻き込まれましてあの私が勤めとった会社がですねあの大阪の会社から同業他社から訴えられまして、まあ、あの侵害訴訟裁判になったんですよそれでその私の勤めとった会社の社長がですね いや宮内君ん,んか弁理士に受かったそうじゃないかあとは頼んだぞと <laughs> で実務経験ゼロの私にですねあとは頼んだぞとこれもまた社長の器の大きさがですね感じ取れると <laughs> 普通はあの不安でしょうがないと思うんですよね実務経験ゼロですよで。私もその期待に応えるべくですね あの頑張ったと、本当はね、辞表を忍ばせてたのね、ポケットにね、あのもう受かったんで、そろそろ辞めたいと思ってるんですけどっていうね、辞表を忍ばせてたんですけどね、社長からね、あとは頼んだぞと言われてね、不思議なことに、もう辞表を出す気がなくなって、ですねそのまま5年間過ぎたというね、でこの三島先生とタッグを組んでやったんですよ、まあ、タッグを組むというと、なんか2人のイメージですけど、他にも素晴らしい先生ね、いらっしゃいましたけど、それで結論どうなったかね。 これ、ね、最初はね、あのー、99%負けるだろうと言われてた裁判なんですよ、ええところがまあ私のおかげというよりはもう鮫島先生のおかげだと思うんですがもう5年間かけてひっくり返しました逆転勝訴です、ええ、で相手も勝つつもりでもちろん訴えてきたんで我々はあの控訴するだろうなと大阪高裁にそしたらね控訴してきませんでしたもう相手が鮫島先生ではもうかなわんなと、ええ、そう思ったのか知りませんが あの終わりです、ええ、それで私もですねも々あの会社辞めようと思ってましたんであの結果残したんでいいだろうと思ってねあの社長に言ったんですよ、えー、そろそろ独立しようと思ってるんで辞めていいですかそしたらね社長なんて言ったかというと「うんあの宮口君が辞めたいのはもう昔から知ってるよ」と「君はねサラリーマンに向いてないからねへ,へへへへ」とか言われて <laughs> あの「分かってましたねさすが見る目があるな」と「もう君はサラリーマンに向いてないよ」と。 <laughs> ねえー、あのー、なかなかねさすがだなと思いましたであのおかげさまでですね円満退社しまして結果も残してねであの仕事もあの昔いた会社から頂い,いてる状況で本当に良かったなと思いますであとですね、えー、2ページ3ページ見てくださいこの方もすごいですね龍川、えー、黄色先生といいましてあのこの先生との出会いも私大きかったなとええー なんと、ね、ここの4階上にいらっしゃるんですよ。ええ、ここの4階上にいらっしゃいます。ュウカ国際特許事務所所長ね、しかも米国弁護士。だから皆さんね、あの弁理士にとってまだまだね、な,なんかこう、物足りないなと、ね、そういう方もいらっしゃるんですよ、もう十分という人もいれば、こうスペックが高すぎてですね。 これは物足りないないとそしたらもう、寒澤先生のように米国弁護士とか取ればね、あのよりすごいということになるんですけど、まあ、英語もすごい堪能な先生で、で今、ここの4階上で事務所をされておりますね、えー、それで、あのーまあ、私もですね、あのー、一緒に業務提携とやらせていただいている、そういう状況です。だから皆さんもね、あの一期一会という言葉があるでしょう、私はこの言葉をね、非常に大事にしてるんですよ。えーまあ、一一会 えー、変な言い方をすると「一」か,か「バ <laughs> チ、ね」かその人のとの出会いが「一、まあ」か「バチ」かっていう、まあ、ちょっと「バクチ」みたいな、ね、表現であまりよくないかもしれませんがしかし私はその場その場ののの場場出会いといとうものを大事にするんで,すでやっぱりこの鮫島先生の出会いとかね竜花先生との出会いというのはね非常にあのインパクトがあるというかね、えー、私のこの人生においてもあ多分にあの影響力あります。 ね、もちろんこのレックとの出会いもインパクトがありますよあの私受かってからですね、まあ、正直なところあの同業他社から声も声がかかったんですよ更新になってくれとしかし私は義理を通しましたあの洗顔主義ねあの特許さんも早く出したもん勝ちでしょあのレックから一番早く声がかかったんですよ「あの宮城さんぜひレックで教壇に立ってくれませんか」他の予備校もね声かかったんだけどあのもうレック義理を通しましたね で、おかげでも19年目です。まあ、そういう状況ですよ。まあ、一応私の <laughs> 紹介というのはそういう感じでございます。はい、それでね。あのちょっとね。私ね、皆さんがどういう話を聞きたいのかなというふうに考えておるんで、私は一方的に喋ってもね。皆さんのニーズにそぐわないとあれなんでちょっと聞きたいと思いますよ。実じあのこれ,これをね。テーマにはする,するんだけど。 あのなんかこう皆さんのね特にこういうところを知りたいというのをまず聞きたいねはいどうどうですよあ効率的な勉強法ねちょっとあのメモしておきますわねわかりましたえー、っとね効率的な効率的な勉強法ねこれは任しといってください宮口クラス一番一発合格が出てる率が高いんでねはい二番目の人どうですかあスケジューリングというはい ね、はい、3番目の方はどうですかその辺んの利害特質というか、うん、アピールポイントね、はい、分かりました、はい、具体的な進め方、はい、いいですね、そうやってテキパキと。はい、次の人 あ出てるちなみにどどどれれ<立>ああじゃあこれ正しいいのののつ <laughs> どうですか文系ななんそれと両立できる,なるほちなみにね、現段階で答えると、あの私、秋の入門というのもやってるんですけど。 一人両立というか両睨みで勉強している方いらっしゃいます。と、はい、いうことは、まあ、できると言えると思いますよ。はい、ね、はああ、雰囲気、講義の。いやそれはねあの、あれですね、えーっとまあ、この通りですが <laughs>、まあ、もっとでかい教室なんですよ、普通、100、100、2、150人ぐらい入る、そこでやってますけどね、雰囲気ね、分かりました。はいどうぞ

あのまず私が今の段階で言えることなんですけどむしろいいと思いますあの人間ってね暇だと逆にだらけるんですよ今超忙しいんでしょつまり時間の大切さがもうまざまざと感じられるんですよだからうん逆にいいと思います私なんかそうなんですよあのね後ろにあのレックの社員の方いらっしゃいますけどいつも私迷惑かけててあの機嫌がね あの政策の期限というのがあるんですよ、レジュメのね、期限がまだ先だとね、なかなか気合が入らないんですよ、で、あの本部の方から催促が来るとですね、これはまずいと思ってね、気合が入るっていうね、<laughs> まあ意外とそういうもんなんですね、はい、じゃあ、後ろの方、どうですか、あはい、うん、あええい、凍りすぎな えなんと何ああ、このここれあこの辺ね、はいはい、分かりました、じゃあありがとう、大、ね、体いいね、こういうふうにあの皆さんの方から意見が出ると、私もしゃべりやすいですね、やっぱりあの一番票の多かった超効率的な勉強方法ね、これ、言ってみましょうか、まずね、あの消去法からいきましょう、これに相反する勉強法から言ってみたいと思います。はい独学やめてくれ まず、これ、はい、皆さん、あのね、せっかくこのガイダンスに来てるわけですね。ここまでガイダンスに出ておいてですね。あの、やっぱ独学。<laughs> これは絶対やめてくれ。ちなみに、俺が独学だったんだよ。ああ、あので、どんな有様かというと、六年かかりますよ。俺、独学からスタートなんですよ。六年かかっちゃいました。で、えー、っと、五年目にして、ようやくレクトの出会がやったんです。で、一発で受かった。だから俺6、俺、六。 回受けたんだけど、便利試験は。それまでの勉強法が、まるでだめだったっていうことに気づいたんですよ、レックに通って。だから俺は自分なりに一発合格と思ってるんですね。なんだ、今までの勉強な、何やってたんだ、俺は、と。誰も使わないような教書とか信じて疑わねえし、みたいな。うん、だからまず、読書はやめてくださいよ。ね、まず、消去法、その1。そして次にですね、あの皆さんね、せっかく今日、カラフルなパンフレットね。 えー、っとですね9ページのはいこのほらなんかあるじゃん合格者がいっぱい載ってる9ページのですね左下にあのー、なんか一発合格者いるであの女性の方ちょっとかわい目の目がクリッとした見てください何て書いてます中卒の私でも諦めなかったら一発合格できましたとはいだからこの人の勉強法ってね まあ非常に参考になると思うんですよ、ええ、それであのあ今日あれですかね2017年の合格体験キャるじゃないですか16年のってもう余ってませんかねあのなんかそこにいくつか余ってるけど、ええ、あのそれがもしあの向こうの方に余ってたらみ皆さんに配っていただけるといいんだけどあのまあいいですわなければないでいいですなぜかというとですね なぜかというとななくてもししがないんですよ、ええあのー、私のねあのこの「便 <laughs> 利試験一発合格バイブル」この閲覧用を外せば「バイブル」って書いてますけどねあの一応アマゾン・ドット・コムでも買えるんですが中央経済社から出ておりましてですね、あのー、もう今日1時間の中で話せることって限られてるんでもうこれにその超効率的な勉強方法スケジューリングも含めて書いておりますんでね。 もしあの私の話でもし不十分な点が多々ありましたらこの1800円を投資していただければもうそれで十分なんであのこれに一発合格するためのテクニックそれから必要な条件勉強方法書いております初期の段階の,あの必要な知識とはねこれぜひ見てくださいで最後にですねあの同じ方の合格体験記があるんですよほら一発合格体験記学歴なんて吹っ飛ばせ中卒ですね <laughs> 高校中退だからどうですか一発合格でどうすればいいのかはいあの誰ですかなんかあの英会話のね教材のスピードランニングですがあの石川遼君のでおなじみのあの結局私あれと同じことを言っちゃうのかもしれませんが私のですね先取り予習ねあのここに書いてませんかねあれだ右側の壁に貼ってある「あの先取りウェブ受講これをまず聞いていただくことですね なぜかというと4月に私の授業を開講するわけですが2月まだ1月ですよね1月2月3月を無駄に過ごしてしまいますねだから先取りウェブ受講でとにかく聞き流してください、ええ、あの英会話教材じゃないけど聞き流してくださいただ聞き流すというのは嘘があります蛍光ペンを用意してください蛍光ペンね必要な蛍光ペンはここに書いてあります今日のレジュメの宮口メソッドの,あの1ページにほらええ 書いてあるでしょ蛍光ペン使っとうとあります皆さんそれはやるでしょうけどねあのなければないでちょっと使い慣れてほしいんですよでなぜ使い慣れてほしいかというと私のですねキャッチフレーズっていうか、まあ、いろんな先生おりますけどもあの,なんていうの,この理系の先生文系の先生いる中で私は理系なんですけどそれでねえっ、ー、とあれ私のキャッチフレーズ特に書いてねえかあ書いてるかはい。 んだあのいろいろあっちゃこっちゃ見て大変なんですけどこの私が載ってるね何ページこれ真ん中辺この私が写真に載ってるページが2627か2627、はい、の27に「右脳対左脳五50対50の比率で完成された渾身の講義アートという,ふうにふさわしい」まあ、ちょっと褒めすぎなんですけどあの要はですね「あの右脳と左脳を効率よく使うということです」ええ。 こ,れですあのね、こういう、ね、あの論文系の試験って、左脳を使いがちなんですよ。左脳ばっっかり使ってると合格は遅れますなぜかというと、瞬発力が違うんですよ、右脳を使うと。ええ、左脳というのはね、論理的思考力というのは皆さん、あのー、知ってると思うんですが、その何かを思い出すときに、論理的に考えないと出てこないんです、左脳というのは。右脳というのは瞬時に出てくる。例えば皆さんね、芸能人を見て、テレビで、あの人誰だったっけなって、ないこの人 有名人だけど名前誰だったかなこれ右脳が右脳的にこう欠落してるんですよこれ右脳的に活性化されてるのだったらすぐ出ますね松田聖子だとかねうんそれからあのねダウンタウンのまっちゃんやとすぐ出てくるはずなんですよそうでしょだから理屈じゃないんですよ右脳っていうのはもう瞬発力でその知識が出てくる例えばどういうことかというとあの刑事罰でねあの特許権の侵疑すると懲役十年とかね 商標権の侵害をすると懲役10年実案権だったら5年とかあるわけですよでそれも理屈じゃないの私が授業中に刑事罰の表を皆さんにあの配りますでそこでねピンクとかオレンジとか黄色とか緑を塗るんですよそのイメージが頭に焼き付きますあのシャッターチャンスでねこうカシャッと取るじゃないですか頭に画素として残るんですよそうするともう理屈じゃないでしょ 目をつぶったときに、その画素が思い出されて、問題が解けるという、そういう状況なんですよ。ね、理屈じゃないんですよ。で、もちろん、あの、理屈で覚えるところもありますよ。ね、なぜそうなのか。それは論文試験。論文試験は左のを使ってください。論文試験はね。担当試験は丸ルバ試験でしょできる限り右脳で解く。うん、時間との戦いだから。うん、論文はね、やっぱり、あの、理由付けが大事なんですよ。 論文試験っていうのはね結論よりも理由が大事ねうんなぜかというとあの裁判の世界なんてさ原告が勝っても次の控訴審で被告が勝ったりするでしょつまり正解がない,ないに等しいというか難しいんだよ正解あるんだけどねでもあのほら裁判の世界だってなぜこの人が有罪なのかちゃんと理由を述べるでしょなんでこの人は無罪なのか理由述べるよね論文ってそういうあのものです 理由が大事なのだから論文はサノー的なところを鍛えていきます私が、ええ、担当試験は右脳ねだからやっぱりそのイメージが大事だから私は蛍光ペンを使っていきますええだから業界であの、まあ、3年連続でこれ一発合格者があの一番出てますええで3年以上前はどうだったかというとあんまりデータを取ってないので分かんないですがここ最近も業界内というのはあのレック以外も含めてですよ ダントツでもうあの合格者一発合格ねさっきあのなんか出てたでしょこの,この辺になんか合格式はパーティーのでしかもあの6人生クラスから通信から2人出てますけど四人6人中4人がです、ね、女性という、えー、だから女性一発合格に向いてるんですよ、うん、であともう一つね超効率的に勉強するためにはどうすればいいかというとあのマニアックなところまで踏み込まないこれですええー つまりあの勉強していくとですねあのどんどん面白くなってくるんですよこの知的財産の分野ってね、うん、であの踏,み込む踏み込むのは自由なんですけど面白いから、うん、でもね俺がストップをかけますからおいその辺まで勉強しなくてもいいぞっつって,ってそしたらその通りにしてくださいあの言わなければ大丈夫俺がね俺も素直に言うから「うんそれ大事な質問だね」とか言うからねそれちょっと知らなくていいぞっつって,ってええ まあ、あの答えるけど受験には必要ないよって言ってあの素直に言ってあげますでそれを受け止めてください素直にそうするとね、えー、左でもない右でもないまっすぐ進むんだよっていうことが分かります進むべきベクトルというものを私が常に示してあげますから、うん、分からないことは極力自分で考えるんだけどある一定のところまで考えて限界だったら俺に聞いてくださいその方がいいようんいいね でもちろんあの皆さん、ほら常日頃から俺が家庭教師でついてるわけじゃないからあのその場その場でわからないことが続出すると思うんです、最初のうちは。ね、であの、一番だめなパターン教えましょうか法律用語辞典で調べるという勉強、これ、愚策ですね、あの法律用語辞典あの辞書みたいな、ね、こういうあの今あの、ウィキペディアとかありますから非常に便利です。 だからウィキペディアでも何でもいいけど法律用語をねあの入力してネットで検索をするとすぐ出てくるでしょでも何がダメかというと結局難しい言葉をその何だっけこれはって調べるとその言葉を説明するための単語がまた難しいんですよだから堂々巡りになってくるんですね、ええ、だから俺に聞いた方が早いです俺は紙み砕いて説明するよ、ねうん、例えばね「追認」っていう言葉あるんですあの法律用語で「追認」っていう言葉ね、うん あの追認っていっても皆さん何じゃそらて言うからね、うん、あの一応この特許法でねあの意外と多いんですよ追認って何ですかとほら特許法の16条、えー、手続きをする能力がない場合の追認って多分ねこれ法律用語時点で調べるとあの多分結局わからないと思いますで私だったらどう答えるかというとああ自己承諾のことだよって,ってで例えば話までしてあげますよ 例えばな、ベンチのサインが送りバントだったとするだろう。う、ね、ところがそのバッターが無視してヒッティングに出たと、ホームラン打ったと、ホームラン打った。そしたらその監督は、この野郎、俺のサインを、ね、無視しやがって、でもホームランだからいいか、これがついにんですよ。ね、違法なことやってるんだけど、結局結果ーライだから、まあいいか、これがついにんです、ねうん。例えばあの、もうちょっと真面目に答えると、未成年者って法律行為できないんですよ。 20歳未満の人ね、うん、でも例えば19歳ぐらいの人がよ勝手に法律行為してもあ,あと1年未満でさ二十歳になるわけじゃんそうでしょで二十歳になったとねで親も、まあ、勝手にやりやがってでももう二十歳になったからまあいいかみたいなねこれが追認なんですよ分かったこういうふうに説明していくから分かりやすいでしょこういうふうに説明していくとねまあそういう感じで俺はあのね例えば話をこう,うまく活用しながら 皆さんにあの極力分かるようにあの答えていきますから、ね、俺にどんどん質問してしれこれが生クラスのメリットですいいですか、まあ、通信でも対等制度はあるんだけどあの質問に対するダイレクト感が違いますよ、ね、俺に答えば今みたいにもあのすぐ即、ね、答ですよ迅速的確に、ね、いいですか、はい、じゃあ次に、えー、っとスケジューリングだっけ、ね、はい でスケジューリングはね、あのー、これはねまず最初のうちはどうするかというと、えー、勉強する習慣をつけてくださいまずその習慣が身につかないとだめなんですよえ。いくらスケジューリングあのなんていうの素晴らしいスケジュールを立ててもね体が順応しないんですよ。えだから4月ままでにに、ま、ずあの大雑把な毎日3時間机に 座るる習慣を身につけるこれででいいですでそのためにはどうすればいいかというとあの結局あの先取りウェブ事項ねあれ多分3時間人単位なのでそれをなんとか頑張って聞いてくださいよもちろん先生私は御前様なんでそのじっくりとこの3時間故障制定っていうのができないんですよという人もいるでしょうそういう人はね工夫してください例えばね今スマホでも iPad でも聞ける時代ですよええ あの通学中通勤中でもいいじゃないですかねで約束をとある電車の中では作業的なことはやるな、うん、読んでみて覚えることに徹しなさいね読んでみて覚えることに徹する電車の中意外と電車って揺れてるでしょうリズムなんですよそのリズムの中で知識がねこうバズるとあの融合するとですね意外と覚えるんですよねうん、まあ、俺結構あのそういうので覚えてるんですよ、ね 例えばね、あの進歩性の論理付けっていうね、あの話があるんですよ。ね、うん、えー、論理一層動機付け、主観役立つ有利な効果、院内坂田基礎共通、気分関連動機付け、ね、えー、そういう感じでなんかね、こうリズムで覚えていくっていうね、うん、あの他にもありますよ。えーえー、っとね。 なんでいこうかな。審判官または配偶者とセボ血印同親高校法召喚大前直理外三四七現在型みたいなね。そういうあのなんかね、あのリズムで覚えていくっていうね。これも右脳的な感覚なんです。ええ、やっぱり理屈じゃないんですよ。ね。だからそういうその勉強の工夫をどんどんこう皆さんがね発明していく。 ちょっっと間違ってるな発明というのは自然法則を利用した技術的質の創作だが勉強方法というのは発明じゃない <laughs> 使い方間違えた、ね、ノウハウだノウハウを工夫していってください、ね、勉強方法は発明ではありませんなノウハウですねだから不,不正競争防止法では保護されるかもしれないねでは、ええとにかくねい,いいですかあのこの本にも書いてあるんだけど1日3時間1コマ毎日1コマ聞けるような ね、いいですか、毎日3時間ね。で、これをあのゴーデイズ。あなんでゴーデイズかというと、月曜から金曜まで。ね。で、土日で、土日合わせて、えー、15デイズ。あ、十五時間。十五時間ね。そうすると、どうなるよ。3、5、15でしょ。で、土日合わせて15でしょ。はい。で、皆さんね、ちょっと面倒かもしれんけどよ。 ちょっとあのなるべく、ね、自分がどのくらいこう机に座ってあの電車の中でもいいんだよちょっと自分なりに、ね、勉強したという認識がある時間を累計取ってみてみください、ええ、であの週30時間あの、ウィークス、ねえー、っと1週間あたり30時間確保してくださいよそうすると、ね、これ1年間続けるとどういうことになるかというと50週でしょ。ね ウィークスが大体1年ですそうすると 1500H、はい、これが一発合格者の平均的な勉強時間ですこの便利試験に必要とされる一発合格者の勉強時間に到達しますまあ短い人で1,000時間という人もいますけどまあそれはもうよほどこう集中力とかで乗り切った人ではないかと思いますね、うん、これちょっと確保してくださいよ ね、そうすれば中卒の方でもねあの一発合格できるわけですからねで私のね入門クラス結構記録ずくめなんですよまず中卒一発合格史上初19歳で一発合格史上初それから50代で一発合格史上初ね史上初が3年連続で出てますえええそうでしょ50代で一発合格っていうのはすごいんですよ あのこれはね間違ってもう、誤解しないでよ、50代の方が受からないって言ってるんじゃないかね、50代の方も受かるんですよ、ただ、一発合格は初めて、うん、ね、2回か3回受ければ受かるんだろうけどね、うん、っていう、嘘なしですよ、ほら、出てますから、これに、ええ、あのほら、これの6ページの右上にね、あの50代で一発合格者の方、載ってるでしょ、健康第一、日々これ、努力、あとは運、うん、最後に感謝っていうね。 方が乗ってるでしょ。あの去年の俺のクラスからね、一発合格の。うん。だからまあ今日そんな極端に年配の方おられないけど、あの年齢気にしなくて結構、学歴気にしなくて結構。これが私のモットーです。年齢なんて吹っ飛ばせ、学歴なんて吹っ飛ばせ。これからの人生が大事です。皆さんよくね、あのどうでしょう。あの皆さんのお勧めの会社の上司の方でね、飲みに行くと、いや。 あの超一流大学出身の方が昔はすごかったんやとかねなんかそういうこの方いらっしゃいませんかもうそういうのを聞いてるとうんざりじゃないですか昔の栄冠を語ってどうするよみたいなこれからが大事なんじゃないかそのために今皆さん来てるんじゃないそうなりたくないからこの最初の情熱これで決まりますよ今皆さんにどれだけの情熱があるか分かりませんけどこの、ね、最初の情熱がもうエネルギーなんです。 それを注ぎ込んでいく勉強に、うん、そのエネルギーの強さが強ければ強いほど1回で受かる確率高いですでその中卒の方もすごかったんですよ最初に皆さんのようにねガイダンスに来た時に何て言ってたかというと私のこれまでの人生をねオセロゲームで言うならばあの全部苦労だったのを全部白にしたいとこれやっぱりエネルギーが強いなと思ってねうんじゃあ,あの約束できるかと俺言ったんですよね 何を約束できるかあの俺の言うことを全部信じろと、うん、あの疑いを持っても俺の言うことを全部信じろそれは一1回で受かるからって言ったんですで全部信じてくれた受かったねで、であのこのねあの出版社の人が何か噂を聞きつけて「なんか先生のクラスから中卒受かってるみたいですね」と「あの先生ぜひそのノウハウを本にしていただけませんか」というねそれであのこれ書いたんですよ。だからこれれれ見てくれれば一番早いです、A もうあのノウハウを惜しみなくやってるんでねただあとは実行ですよ実行できないとだめですからね私の言うことを信じてくださいよ、ね、はいであとね具体的なスケジュールは今私大雑把に言ったでしょ軌道に乗るまではとにかく先取りウェブ事項でその勉強できる習慣を身につけてくださいねこれはね皆さんにこうきついこと言ってるけどこれ自分に対する戒めでもある俺ねあの夜家に帰るとさなんか食っちゃうのよ食べ物ね これも悪い習慣、ね、で寝るる前に食べるだから最近体重が減らないんですよ <laughs> でこれなかなかやめようと思ってもねなんか三日ぐらい2日か3日ぐらい続くんだけど4日目にな,なんかまた食べちゃうんだよねこれ悪い習慣ねだから皆さんいい習慣を身につけてくださいこれねそして具体的なスケジュールはねこのあとあの,あのちょっとね便利士受験会のさだまさしが登場しますから。 あのそれからお話があると思いますね弁理士受験会の佐田まさしっいうのがいるんですよえなんじゃそりゃって感じですねこれですねほら <laughs> ね弁理士受験会における佐田まさしがねその辺詳しいんでねあの彼はあの俺の元であの受かりまして今あの講師もやっておるというね安西先生彼はやっぱりあのね えー、最近受かった人ということで、俺はもう1999年に受かったけどね、今の試験にこうフィットするスケジューリングとかを立ててくれますから、でそのためにはね、あ,のあれ取るといいんですよ、皆さん、今度はね、いろいろ見て申し上げませんね、はいえー、新宿エルタワー本校のスケジューリング、P19、P19、ね、合格ナビゲートゼミ、合格ナビゲートゼミ。えー これね皆さんあの、さっきあの、ね、社員の方が、あ社員の方は説明したでしょ、あの丸坊主の方がね、これ、言ってました、あの私の文科生ですよ、彼、ええ、実は受験生で、まあ、あと一歩のところで合格します、つまり担当合格、論文必須合格、ええ、あと選択科目だけですから、ね、かね選択民法で苦労されてます、<laughs> ちょっと民法を考えてる人、ええ、彼、民法でもかなり苦しめられてますよ。 民法さえ受かってれば便利だよ、今頃ああ、そう、俺の文科生、うん。で、社員でもある、ここの。ね。それで、まあいいわあの。彼が多分説明してくれたと思うんだけど、この合格ナビゲートゼミっていうのはね、標準装備ではありません、オプションです。これは残念ながらオプション。左は標準装備。左のね、このほら、入門講座と論基礎と、ね、短基礎は標準装備。右側、オプション。で、これはね、 あのまあ、値段でいうと45万だったと思いますが5万円ぐらいだったと思いますがこれを取っていただくとねほら見てください、えー、合格ナビゲートゼミ申し込み者限定1000人チューターがお助けということでほら学習方法やスケジュールちょっとした疑問点や悩みなど宮口クラス1000人チューターにご相談いただけますさだまさしあっさだまさじゃあ安西雄レックセ0 0講師ねほら。 だからより具体的に彼が、ね、あの立ててくれますよ。うんまあ、もちろん俺も立ててくれるけどね例えば俺だったらどういうふうにあれするかというとよ、ね、こんな感じでいい、ね。具体的に言うとよまずやっぱ担当試験と論文試験があるわけよ。ね、担当試験と論文試験があるわけよ。で担当試験受けるのは5月だろ。うん、だからちょっと,、ね、ちょっといいか、まあ、メモしなくていいぞ、見とけ。えー、4月5月4月,3月 2月、1月、12月、逆算してるんだよ。11月、10月、9月、ね、8、うわ、苦しいな、7、6、5、4ね。うんちょ。ちょっとまあいいわ、この辺は大雑把で。で、何が言いたいかというと、5月のスケジュール、あの来年のよ、来年の皆さんの5月のスケジュールは担当100%論文ゼロです。こうなるべきなんです、ね。で、4月はちょっとね、まあ若干論文もやっといてもいいかな。 うんうん、そして3月は、えー、こういう感じほら分かるでしょあと、うん、比率をこう変えていくっていうのもね大事な話なんだよほらこういうのも大事なアドバイスやろ、うん、12月50対50ぐらいね、うんうん、で11月ぐらいだったらまだ論文もやっていいんじゃない、えー、46ぐらいで30対70とかね、うんまあ、こんな感じだよ以下ちょっとあのね あ同じぐらいがいいかもしれんけどね、うん、以下はねあのずっと同じぐらい担当と論文の比率30対70ぐらいでやった方がです、えー。なぜかというと論文の力ってな、ね、なかなかつきにくいんですよ、えー、皆さんあ,のあれちょっとはね文系か理系か手挙げてください。えー、理系の人どのぐらいおるはい文系の人どのぐらいおる 大体、うん、ほら、弁理士受験会の縮図みたいなもんやね、今、8対2ぐらいだったやろ。で、文系の人はおそらく、ね、あのやっぱ文章を書くのがあんまり苦じゃねえから、文献に行ったんだろう。俺なんか、国語社会が大嫌いだから、理系に行ったようなもんでね、そんな人間は、やっぱり論文苦手なんだよ。うん、俺も最初は論文が超ダメでねでね、あのかなり悩んだんです。だから最初ははね論文的な勉強は遠い、うん 最初からあの、ね、テクニックに走らない方が良いあの俺もテクニックいろいろ教えるんだけど最初からテクニックに走っちゃうとね何かこう,楽ばっかりするようになるんですよ、うん、だから最初は俺もね真面目に原則しかしそこでの三段論法を徹底しようぜみたいなね基本に忠実なことを、ね、伝授していきます、ええ、そうすると本当にこの真のぶれない、ええ、軸のぶれないあの勉強法にのっとってやるのでその 軸のぶれない中での,そのテクニックを身につけるとこれはもうね,鬼にかなぼうですねテクニックだけだと足元を救われる本質的なことを聞かれたときに、ね、だからまずはね論文的な勉強やった方がいいんですよ。論文的な勉強をやるということはどういうことかというとねあのネゴシエートつまり交渉あのほらいろいろほら戦わないかわけじゃあ相手の侵害訴訟の相手とかとその時にやっぱりさ論理的にこう発言できないと負けちゃうわね。 うん、そういう力をやっぱり養わないといけないわけですだからこういう感じのスケジュールでやっていくのがいいのかな、うん、担当の比率を徐々に徐々に高めていって最初は100%ゼロとねそうでしょ担当試験があるんだら来年の5月うん今年は受けなくていいよねうん今年お試し受験しようと思ってる人いるちょっと手を挙げてあそう、うん、受けない方がいいええ あの経歴に傷がつくよ <laughs>、ね、あのできる限りあり来年受けてあのどうせ受かんないんだよな今年受けてでここまで俺言ってるのに受け足止めるんですよ何年か前にそしたら受かっちゃってね史上初の、ね、お試し先取りウェブ事項だけで受かっちゃったっていうのはいるんだよ <laughs> すごいだろで入門講座申し込んでるから仕方なく入門講座受け続けたけど論文がほら 論文が全然ダメでね担当は何か受かっちゃったけど論文が全然だめで結局受からなかったんですよその人担当受かったけどねまあだから2回目で受かったんだけどもったいないよねある意味そんな実力あったら来年受けてよかったじゃんみたいなね結局2回目合格になっちゃうその人のキャリアがうんある意味一発合格よりすごいですよ先取りウェブだけで担当受かっちゃうっていうね史上初もう後にも先にもその人だけうん はいえっと、ああそうかこの中にはいないか1月13日の宮口クラス新年会に出た人いないこの中にいいないかそ,その時来てたけどねあの伊藤君っていうのが彼がそうですけどはいまあそんなスケジュールねはいで次にワイドベーシックの違いを言いましょうかまずね客観的な違いを言いましょうかあのねまずあのこれ客観的な違いというのは場所が違うということ渋谷でやってますそれ。ね私は新宿です、ね それでこのスケジュール見てお分かりの通りとおり、なんかこう模、様模様というか、形が違うなと思いませんこのね、ワイドとこれね、うん、違うでしょ。で、あともう一つ、客観的に分かりやすい違いを見ましょうか、私がやってるこの新宿エルタワーホンこう編みがけ部分のところないですか、編みがけ部分。あるでしょ。で、こちらの方う、編みがけ部分がないんですよ、16ページの方は。 ないでしょう、はい、これはあの一応、顕著な違いになっております、つまりこの普通のベーシックは演習の,あのところが設けられていると、うん、でワイドの方はそ,それがないんです、えもうずっとあの、えー、インプット系をあの重視しているで、ベーシックはです、ね、演習をところどころに入れることによって、特にやっぱ担当のところなんかね、見てください、3、4回に1回は必ず入れてるでしょう。うん やっぱりその、まあ、考え方次第なんですけどねもう演習は自分でやってくれっていう考え方を取るか、ね、やっぱりじ授業の中でやっぱりこのただ知識を伝授するだけじゃなくて問題の解き方、うん、私が、ね、例えばこの国内優先権制度はこういう制度ですよ新規制ソーの例外はこういう制度ですよってそれを教えたところでそれが便利試験でどういう形で生かされるのかが分からないと問題が解けない。 そこを教える会だと思ってください。担当には担当なりの問題の解き方があります。はい。で論文にはも論文の解き方、ほらこれすごいですよね。二回に一回ぐらいも入ってますよ。ええ。そうでしょ。論論文編ね。で入門のところにも入ってるでしょ。そう。入門のところあんまりね難しい問題ないですよ。ええ。でもほら何回かに一遍の割合でそれが入ってる。うん。っていうところが違います。 でやっぱりその私はねこのインプットとアウトプットのバランスこれが非常に大事だと思っておりますでそれが最終的には客観的な形でのその合格実績というね、えー、そういうところに繋がってきておりますねあの3年連続でもう業界トップの数を維持しておりますね、えー、やっぱり私はね一発合格にこだわってあのー、行きたいなと。 もちろん一発じゃなくてもいいんですよ。一発に合格にこだわることで短期合格を果たすことができると、ね。例えば1回で受かるぞという気持ちを持っていれば2回ぐらいで受かるんですよ。わるでね4回ぐらいでいいわと思ってると8回ぐらいかかるんですよ。そんなもんです人生って。だから一発合格にこだわって教えていきます。ええー。いいですかでインプットとアウトプットのバランス右脳と左脳のバランス。 ね、常に私はバランスを考えて食生活もそうでしょ肉と野菜と魚のバランス大事でしょ大事だよね肉ばっかり食ってたらやっぱ成人病になるわね車もそうよね前後重量配分50対50これがやっぱり理想でしょコーナリングをねハイスピードでこう駆け抜けるためにはそうでしょうんある自動車メーカーなんかもいまだに50対50にこだわってますもんねええー、やっぱりもう世界のトップメーカーになるわけですよだから どううでしょまたあのそ、俺の説明で他人かったら具体的な質問しいいからね、はい、で具体的な授業の進め方これは、ね、どういうふうに進めてるかというとこれもあの実際、授業を聞,き、まあ、聞いてみたほうがいいというかやっぱり先取りウェブ受講やね、うん、でもねある程度言えます、ここであの後ろにです、ね、レックのテキストと私のテキストサブテキストというのがレックのテキストメインテキスト 私のテキスト通称ミアレジって言いますねまあ合格体験記とか見るとミアレジを使ったとかなんか書いてますけどそれです。でレックのテキストってすごい詳細なんですよ。英語で言うとディテールです。で私のミアレジっていうのはシンプル非常に簡潔です。それでディテールな面とそのシンプルな面を融合させながらこの説明していくっていうことなんですよ。っていうのはですね 便利試験も出るところと出ないところがあるんですよね。で出るところはいいんだけど出ないところはいくら時間かけてもあんまり意味がないと思いませんそういうところを重要なところはレックテキストでいきますあんまりどうでもいいところはミアレジなんかを活用しながら簡潔にやっていくというそれによってですね時間を節約しながらこの授業のカリキュラムに応じた進度で進めていくということです うん、私はねあれもこれも全部詳しく教えとったらどういうことになるかというと多分テキストの半分も進みませんレックテキストの間違いないですこれレックテキスト真面目に全部ねもうなんていうの重箱の隅まで教えとったらね半分も進みませんわそこをね見アレジっていう非常に簡潔な、ね、よ要するに一言で言うとなんでそれはっていう問いに対する答えだと思ってください見アレジっていうのはそこでバランスよくスピード配分ええ これを考えながら、あのカリキュラム通りの振動で進めていきます。遅れることはないです。ね、あの遅れましたので、歩行をさせていただきますということはありません。少なくともこの、こ、ね、の入門講座におきましては。ええ、であとね、もう一つ、他の先生にない進め方言いましょうか。ね、これはあの私だけだと思います。当てていきます。どんどん。ええ、はい、国内優先権制度、どんな制度ですか。ね 何条ですかね進歩性何条何項ですかこういうのを聞いていきますええそうそれでね通信の人は心配かもしれませんあのだってマイクがねえだろっつそ俺が復唱するからお今あの29条2項拡大線がっつったね違うよ拡大線が二29条の2だよ29条2項を聞いてるんだよこんな感じそして通信の人も分かるやろあ今この人こういうふうに間違って答えたんだとねうん 拡大洗顔っていうのは、ね、29条のは条なんだよ、ね、で別名「準コーも呼ばれてるんだよみたいな感じで、あのー、進めていくだから宮口クラスのこの入門講座はねださい、ね、だって見てくださいほら入門編でしょ論文編担当編あれよく考えたら口述編がないわけでしょ心配しなくて結構あの宮口クラスの進め方はもう全てが口述対策になってます 当てていきますから、えーうん、で私の方で復唱しますから通信の人も安心ですよ。ねうんうん、だからそういうねやはり現場に通う人ならではの利点がある、ね、これあの通信だとね高みの見物になっちゃうんですよ。委託も痒くもないでしょ、うん。それちょっとね、あのー、委託も痒くもないってあんまり良くないですよ。やっぱり当てられるの嫌でしょ。ね、それで、あのー、ましてやね変な答え方をするとね 恥ずかしいわねでもそれがあとあと二度と間違いないんですよその質問に対してはそうなっていくね分からんかったら分かりますンって答えれば許してあげますから分かりませんじゃないですよ分かりますンって言ってくださいねええー、あの流行語対象をねってるんで私ねええははっ従わなくて結構です <laughs> すみませんでしたはいええー、まあそんな感じでね進めていくだから私の一方的なべしゃりで終わりませんのでね皆さんとのこの一体化したね 形でここののの授業を進めていくこのダイナミズムが宮口クラスの特徴だとでもちろんねあ,のあれですよ講師によってはね例えばほら講師がしゃべってる時に「先生はい!」とか手っあげるとさあの普通は機嫌悪くなります。「私は機嫌悪くなりません。」。「むしろありがたい」と思っています。「何か俺変なこと言ったっけ?」みたいなねだからあのなんか教えてくれてんのかなと思ってあのだからそういうのを遠慮しないで言ってください。 あの逆にほらその場その場でその質問をしないとですねなんかタイミングを逃すでしょだから遠慮せんで言ってくださいよ先生今何かあの間違ってますよとかねうんうんあそこでちょっと疑問点があるんですけどって言ってくださいえむしろ私それ大歓迎ですええまあ度が過ぎるとダメですけどね度が過ぎるとあのクレームが出ますんであの人のちょっと質問しすぎですとか言って <laughs> かつて安西先生の同期でそういう方がいらっしゃいましたけどねでもその方ね一発合格したという。 ね、意外と一発合格ってそういうねずうずうしい人が多いんですよ。ね一発合格する人ってなぜかねずうずうしい人が多いんですよ。あのだからまあいいですよ、うん、あの遠慮せんで分からないことはその場で質問すると。ねあの要するにねあの私は空気を読むことって大事だと思うんですけどあんまり空気を読んでると自分が萎縮してしまいますのであのそういうのに関係なくですねどんどん質問してください。 ね、度が過ぎるようだったら俺がよちょっとお前あの質問しすぎじゃねえかあとで聞いてくれとか言うからねそうじゃない限りは大丈夫ですからねうんまあそんなところやなはいじゃあ,あと文系の方ね、うん、これはね文系の方はいつの時でもねあの不安がよぎるものなんですよで2つの視点から文系の方は不安がよぎります1つは受験制度面において あの理系の人っていうのは大学院卒とかの人が多いんで免状の方が多いんですけど大体文系の人ってねそのあの大学院とかじゃないので民法とか取るんですよねところがあのさっきあの丸坊主の社員の方のね和田さんもそうであるように民法でで足止めを食らってるんですよだからここは一つねあの応用情報技術者だっけ応用情報というね選択免状を狙うという手があります。 これはね、あのー、文系の人でもバンバン受かってますから、ね、一つそれをあの目指すということもあり得ると思いますよ。で2つ目の懸念材料はね文系の人は就職に不利なんじゃないかと、ね、これはですねまあそういうふうにして大々にこのネット上であ,あるいはその風評的なものからそういうふうに思ってるのかもしれませんがそれはですねあの私から言わせてもらうと杞憂に過ぎない既有というのは余計な心配に過ぎない。 そういういうに思ってますあのここのね4階上の事務所なんかもそうですけどもう商標の仕事すごいきてますよ、ええまあ、だからその事務所によるんじゃないですかもううちの事務所はちょっと商標の仕事全然ないわっていう事務所だとねちょっと文系の人仕事ないぞって言わざるを得ないけど全然上の事務所なんてねもう商標のこのもし皆さんの中で商標を希望する人がいたらもうすぐ取るよ。 あの英語力は前提ですけど <laughs>、ええ、もうそのぐらい仕事が来てます、ええ、あの気にしなくて結構ですであとなんかこの他の勉強との両立全然大丈夫ですあのなぜかというと皆さんね便利心になったら分かるんですよ。便利心になったらですねこの、まあ、安西先生なんかもねあの教えたりこの普段の実務やってるから分かるけどねこの一つの時間帯に一つの仕事だけでいい。 一定の期間内に一つの仕事だけしてればいいという状況じゃないんですよ。もう要するに一定のタイムラインに四つも五つも六つもひどい時には十ぐらいの仕事を抱えながら。このこなしていくのが我々のダイナミズムなんですね。逆に言うと、そのぐらいこなしていかないと、一流の弁理士になれないところも多分にございます。だからね、こんなのへっちゃらです。今のうちに鍛えておいてください。このぐらい、あの、だからね、そうだね。あの弁理士試験と宅建と。 司法書士を目指しますこれだったらちょっと無謀だね君それ無謀だよって言いますけど便利試験と託券全然大したとないよっていうのが俺の答えだね実際秋の入門クラスにもいますから女性でええそれはね引いてはその便利試験のねあの講座を受けながら応用情報を目指すのと同じ力士ですよね行政書士を目指すとそんなのね珍しくも何ともないんで全くこれはね杞憂に過ぎないむしろこれを 乗り,越える乗り越えたとするならば便利しとしの適性があります、ね、我々はやっぱりこの一つのタイムにね2つも3つも4つも仕事をかたか抱えてますからそれをどうねこなしていくかっていうその訓練でもあるんですよ受験勉強を通してね大丈夫ですよあクラスの雰囲気一言で言うとね明るい宮口クラスえ一番勢いがあるね であとね「あの宮内クラス出てよかった」っていうねあの受かった人の声で、えー、具体的に言うと何がよかったのっていうとね「いやあの受かってからがすごいんですよ」って言うんですね受かってからの結束力はすごいですと例えば研修ですよあの弁理士研修あるじゃないですかそうするとやっぱりねあのまああ,のあれだよね <laughs> いろんなクラスがありますけどそのやっぱりほらあの知らん人ばっかりだと不安だよねだから課題も出るわけですよ その時に協力しながらできるでしょうあっという間に協力してできましたわつってこれ強いよねこの宮内クラスのネットワークあるからよあの弁理士研修も何のその、うん、すぐこうあのみんなと協力してできますええー、でこれがあのマイナーだとですねこう一人ポぽつんとっていう、えー、懸念があるわけですがそれがないですね、まあ、だからそれがありがたいって言,あの言ってましたねある人なんかいや宮城クラスで本当によかったと。 これはもう研修の時なんかではあのその良さをねあの特に実感しましたというねそういう声がありますねうんあとやっぱねみんなで受かろうぜという気持ちが強い、うん、みんなで受かろうぜというね、うん、やっぱりねあ,のあれですよせっかくに皆さんねこの宮口クラスでやってくれるんだよなこの他は敵とかいう見方ではなくてあの みんな一緒に受かる仲間なんだっていうそういうね見方をした方がいいよそうするとねこう受かるじゃんそうするとあれ将来あのビジネスパートナーになる可能性だって秘めてんだよそうじゃないあの俺のやっぱ教え子でねそういうあの同期で事務所を結成したのもおるからね、ええまあ、だからやっぱそういうね受験仲間っていうのは将来的な潜在的なビジネスパートナーがいるかもしれないんだよだからやっぱね敵じゃなくて味方ね 一緒に頑張ろうぜっていう雰囲気を出していこうまあ俺,俺らがそ俺とか安西先生はそういう雰囲気にしていきますからねそれはまあ心配せんでよかです、うん、であとあの勉強会なんかもねあの2つ3つ走ってますからね去年の入門講座でもあの自分でね一匹狼でやっていきたいっていう人はそれはそれでいいんだよあのそれは尊重しますそれでも一発合格してきてる人は多いんだからねそれは我,我々講師を頼りに 講師だけを頼りにすればいいんだよねそんなところですわえー、えー、まあ皆さんのこの聞きたいことに全部答えてるかどうかは分からないんですけど、えー、まあとりあえずあの個別相談の時間もあるんでね、えー、そろそろ終わろうかなあせっかくねあの見荒れ地を用意して何も話さないのはあれだからちょっとだけ話しますとねこれ何のために俺が作ったかというと 皆さんねそのノートっていうのはね何でもいいんですよ、えーあの。あれでもいいんですよ。パソコンとかでワードでもいいんですよ。エクセルでもいいんですよ。あるいはアナログ的にあのルーズリーフでもいいんです。ね、あ俺こうちょっとワ,ワードで作ってますけど別にワードやなくてもいいんですよ。とにかく自分であの例えばほら特許法1条で。 学んだことを一言でも二言でもいいから何かね痕跡を残しながら勉強を進めていく、うん、そういった意味ではやっぱあのワードが一番いいんですけどね本当ほらどんどんこう増えるでしょうこの中身も増えていくよねそ,その時にあの手書きだとちょっとあの枠がもうなくなってとかあるでしょうだからねせめてあのノート手書きのノート会社はルーズリーフにしてくださいそしたらほらどんどん継ぎ足しができるでしょうねっ あの閉じられたノートだともうあの後から修正が聞きにくいんで、ね、ルーズリーフだといいですであとはこうワードでこう作っていく、ね、学んだ、学んだ条文一と言でも二言でもいいから、ね、そういうふうにして言ってくださいよという参考にしてます、ね、それで、えー、っとこれは何だっけあ正答率ああのこれは、ね、何のために俺が出したのかだけ言っておきますねこれ担当試験の正答率です。 ちょっとね、きょ去年なのか、一昨年なのか、ちょっとわからんけど。それでね、ちょっと皆さんね、あのー。四十五パーセント以上の。ええー、正答率を誇るやつを私が塗っていきますから。四十、四十パーセント以上ですよ。まあ、皆さん塗らなきゃいけ、お俺がやるから。四十パーセント以上ですよ。 は塗るだよ、はい、で今ちょっと塗ったんですが40%以上の、えーとね、数をちょっと数えてみますからね。 数、えー、数をちょっと数えてみます1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、29、31、31、32、33、34、35、36、33、39、44、41、42、43、44、45、46、44、48、49、51、51、52、53 6 3 3 3 9 4四4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4五4 8 4 9 5二5 1 5 2 5 3 54点、うん、つまり正答率あの40%以上の問題を解けると、54点も解け取,取れるんですよ、皆さん。 54点ね、じゃあちょっとあのあの緩めてです、ね、50%以上これに絞ってみたいと思います50%。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、27、22、23、24、25、26、27、28、29、30。 3435363738394041424343点はい皆さんこれでお分かりいただけなでしょう何が言いたいか正答率50%以上のね問題を解ければ43点取れる43点っていうのはボーダーラインが39だから合格点なんですよ つまり私が皆さんに伝えたいことはみんなが解ける問題だけ解ければいいんですそれだけで受かりますよ、ね、みんなが解ける問題だけで43点取れるんですよマニアックな問題バンバン落としてい,いですそれで受かりますだからさっき言ったでしょマニアックなところに足を突っ込むなと、ね、女性の方ってねなんかその辺の感覚は鋭いのかあんまりマニアックなことやらないんですよ ね、男性諸君マニアックなことやりがちです、ねうん、<laughs> だから一発合格しにくいのかなあの女性の方が一発合格の確率高いです、ねまあ、だからとにかくねそほどほどに、ね、やめておいてくださいマニアックなことはね、うん、あの我々に質問すれば答えますからそういうマニアックなことでもねはいじゃあ、えー、とちょっと時間が来ましたんでねこの辺で終わりたいと思います